古田特賞は、日本の通商産業官僚。通商産業省貿易局長を最後に退官後、電源開発理事等を経て、松田第七代社長に就任。大分県宇佐市出身。実刑は、民民創業者であり、日本画家の古田康夫。中津商業学校を経て、東京大学経済学部卒業。1952年、通商産業省入賞。 同期には、杉山和夫、並木信義、小松国夫、小島秀俊、谷村昭一、服部助則、倉部幸夫、平林勤などがいる。シーナイツサブロを通算大臣の秘書官として使え、同大臣の訓等を受ける。1969年より1973年まで、在フランス日本大使館参事官として赴任。帰国後、航空機課長、自動車部長、 資源エネルギー庁石油部長などを歴任。1981年通商産業省貿易局長から退官後、電源開発理事に就任。1985年松田入社。同社専務を経て、1987年12月、松田社長に就任。初の会社外部出身の社長となる。これは、田原総一郎によると、当時社長、山本健一が、 体調不良に加え、プラザ合意以降の円高不況で経営悪化したため退任することになり、当初山本は副社長でメインバンクである住友銀行出身であった和田敏弘を社長に推薦したが、辰巳外を住友銀行頭取が拒否したため、2番目の候補として専務の古田を推薦したことによるものだったという。松田社長として、社風改革や国内シェア10%を目標に、 大胆かつ柔軟な攻めの経営戦略を取った。また松田のスポーツ活動にも力を入れている。1988年から1992年まで、松田財団理事長、松田社長退任後の1992年4月、J リーグサンフレッチェ広島初代球団社長に就任し、人気中 J リーグステージ優勝も経験した。その後は、 日本サイクリング協会会長などを歴任している2019年9月9日死去91歳没ありがとうございます。